よく言えたね。合ってるかな。間違いないね。間違ってる可能性あるの。大丈夫です。はい、じゃあ。ほらもういずれ気づいてないですよ、院長先生。もう笑ってくださいよ。気づいてないですよ。何で教えてくれなかったんですか。もう毎年院長先生のあるんで、もうバッチリ覚えてましたよ、私は。これが1年の経験の差ってやつ。あんなにはちょっと僕でも笑っちゃった。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、恥ずかしい。いや、まだ撮ってるんですか。嘘。追跡。水先生は追跡。ちょっと、恥ずかしくなっちゃう。はい、じゃあ行ってきてください。はい、はい、ね、結構みんな楽しそうだと思うんで。楽しかったですよね。すごい楽しかったです。楽しかったです、ね。水射的も水射的で面白かったと思います。すごいいいですよね。楽しかったですね。ちょっとラスボス怖かったです。それラスボスが怖かったの、村山先生が怖かったの。雰囲気じゃない。今一瞬考えたよ、なんかだな。いや、雰囲気すごいありました。ありましたね。すごい作り込みが。スモークからね。本当はね、空中から登場しようかって話があったんだ。かたくなにね、あれに宙乗りが入るわけだったんだけどね、かたくなに村山先生から反対されました。はい、いや、もう十分迫力ありましたよね。良かったですね。楽しかった。はい、楽しかったです。子供たちが、誰か探してるのを見るのも楽しかった。必死だもんね。必死ね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。これはお決まりのものです。はい、すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、楽しかったな。風呂一つのところに一つだったの？女湯の方に入ってたの。そう、女湯の店に入ったの。あ、そっかそっか。はい、はいはい。だからやっぱり今年はお風呂のね、写真とかもね。そうですね。ああ、そうか。なるほど。あ、他のお客さんいたの？あ、撮ってきちゃうかと。あ、そういうわけか。ちゃんとね、こんばんはとか言いながらね、子供たちね。あ、そうなの。迷惑はかけなかったですか。全部うちのお客さんにね、はい、こんばんはとか言われていくんだよね。本当なんかね、親父みたいな感じでさ、気持ちよかった。こうやってバスタオルで拭きながらさ、あったかかったよね。言うんだよね。面白かった。はい、ありがとうございました。はい、なかなかやっぱりすごい楽だったんじゃないですか、今年は。本当にこれぐっすりでした。おー、特に泣いてあんまり泣いてる子も、寝るときちょこっといたけど、その夜中まで寝てるとか泣いてるとかっていうのはあんまりなかったみたいね。すごい変なでした。このアフタービデオの方もあっさりで、一番あっさり出ていってしまう大関先生。ありがとうございました。本当に顔が違っちゃうもんね。いや、頑張ってますよ。頑張った。いや、別にそうですね。皆さん、これが本当の福井先生の顔です。いや、何も顔ついてないです。本当に今日急いで化粧もうね、普段ね、2、3時間かかってるところが、いや、かかってないですけど、普段も10分ぐらいなんですけど、それ3分ぐらい、3分ぐらい、3分の1だもんね。そうですね、3分の1で頑張りました。俺だって今日1分もかけてないです、化粧。いつもどれぐらいですか。大体1分もかかってない。かかるかってしてねーって話で。はい、ありがとうございました。でも来年のタトゥーの決まりだね。来年は花山先生と立野先生らしいよ。何ですか、何で逃げてくるんですか。ちょっと花山先生いい永久指名担当。そこはちょっともう譲れない。大丈夫、今年見ていたね、先生たちが、よし
知らねえなって思ってくれてる人が必ずいるはず。いなければ、じゃあそれは一発にかけるわけね。いや、だって浅見先生に言ってあるから。いや、また脅すんじゃない一番なんかこう脅しやすい人を脅すんじゃないそう、でもね、もうだってほら、私もいつ何があるか分かんないな、何がですか。みんながちゃんと、みんな、あ、そうだよね、昨日話したもんね、50歳で子供を産んだ同級生がいるんですよ、私。何ですって、うん、だからいつ何があるか分かんない。そうなったらね、それはそれでね、うん、まあ、ちょっと早めに帰るぐらいのね、ちょっと体に負担がないようにね、ちょっと早めに帰るぐらいの、そこら辺の寝ついた11時ぐらいかな昨日でちょっとゆっくりして12時ぐらいに帰ってきてくれれば大丈夫だろう、ね、そこを11時半には帰ってきました。甘いよね。俺だって水戸で1時間とか言っちゃうのよ。ええー、早かった。私と変わらないんで、あれ全部必死に1時間いない20分ぐらい、私も30分かかんないぐらいで帰ってきました。花尾先生が行くのに15分かかんない分かりませんよ15分は、まあ、ちょっとぶっ飛ばしました一番早いのは花尾先生ですね。まあね、早かった。本当に早かったですよ。はいはいはい。私が家に着く時にはもう岡野先生はお風呂に入れてたと思うので、なるほどね。さっぱりした顔で、さっぱりしてた、さっぱりした顔でしたでもなんかほら、やっぱり立野さん、はい、やり終わって充実感って違うでしょ、いつもの年より。やっぱり自分がやったっていうのでね。そうですね、なんかやっぱいっぱい準備してきた期間があったので、うん、なんかすごい楽しかったです。でもすごい嬉、なんかこうよっしゃやりきったって感じです、今なんかすっきりみたいな、なんですかね。でもすごい嬉しいし、あとなんか子供たちとすごい一緒に過ごせたのが嬉しくて、あと年少さんだった子たちが大きくなってこんなことができるようになったんだっていうところも見られたので、そう、なんかちょっと悲しくて泣いてたお友達が一人で寝れるから大丈夫みたいな感じで、おやすみって言って一人で寝てる姿を見て、こんなに大きくなってるとか思いながら、なんかやっぱりね、もうですね、あと担当じゃなきゃ味わえないものとか、そうですね、ね、楽しみとかね、苦しみ、そういう乗り越えた楽しみっていうのがあるからね。怪しい、はい、あれ私は触れないと思います。ちょっと待ってくださいよ私を誰か助けてちょっと見捨てないでください先生たち、ちょっと待ってください。ということで、じゃあ、来年の担当の、はい、立野先生と、それから来年担当から外れますが、総合顧問という形で、ね、この村山先生とで、それからおそらく年長の就任そのまんま行くだろう花輪先生、来年もこの3人でですね、またインタビュー、はい、すいません、アフターインタビューの方も取れ高いっぱいですのでこの辺で終わりにしたいと思います。ああ、思ってるから何だっけ？はい。